中間管理職利根川、まだ読んでないんですけども、こちらも届きました。一日外宿兼班長ですね。楽しみですね。こうやってね、人生を楽しめるのはなぜかというと、お金の心配、時間の心配、こちらの方がとりあえずは目の前から去ったからですよね。だって今深夜3時39分ですよ。明日8時に出社しないといけないと思ったら、もうちょっと寝たいでしょ。でも私の場合はこの時間に目が覚めちゃったんで、好きなことをすることができます。で、仮に明日のお昼ぐらいに眠くなったらどうするかっていうと、寝るだけなんですよ。まあ大抵ね、私お昼に眠くなるんですよ。だから寝るだけなんですよ。で、お昼にあ、なんかカツ丼食いたいなって急に思ったら、カツ丼食いに行くだけなんですよ。で、このね、班長の生き方なんですけども、私これね、あ、分かるわっていうのが、班長が一日外出券を取って新橋にスーツを着ていくんですよね。ネクタイ締めて、で、なんであんな格好で新橋行くんだっていう風に、付き人のね、黒服がこそっとそばから見てるんですよね。そうすると班長が、何の変哲もない普通のね、サラリーマンが集まってランチを食べてる蕎麦屋に行って、かき揚げとかね、天ぷらを頼むんですよ。それで、あとビール一つみたいな感じでね、そこなんですよ。そしたら他のサラリーマンがざわつくんですよね。この時間にビール、まだ午後の外回りとかみんな仕事があるのに、なんであいつは同じサラリーマンみたいな入り立てをしていながらビール頼んでんだ、なんてことだみたいな感じでみんながびっくりするんですよね。そこを班長が悠々と、みんなかわいそうだなと、仕事があるから本当はこの照りつける夏の日差しの中ビールも飲めないのに俺は飲んじゃうよみたいな、そうやってね、みんながね、羨ましがってるのを酒の魚にして、美味しくビールをおかわりみたいな感じでやってるわけですよね。さあどうですか、この優越感。まあその優越感にちょっと似てるんですけども、これは別に決してね、働いてる方をバカにしてるわけではないんですけども、あ、こういう感覚はあるなみたいなところなんですよ。今の暮らしね、だから過ごしたい時間を今日も過ごせる、明日も過ごせるってことなんですよね。最も大切だと思えることに時間が使える、もう誰かの仕事を手伝わなければならないみたいなね、会社員としての生き方、それも社会的意義があることなんですけども、じゃあ実際今日がね、自分の人生の最後の日だとして、あなたは何をやりますかっていう時に、私は今やってることとそんな変わんないなと思うんですよ。誰かの営業成績のために自分の全知全能を片付けることもないし、誰かの会社の仕事を手伝うがために上司や部下と揉めることもないし、見ず知らずの人を取引先ということだけで心にもないおべんちゃらを使う必要もないしね。本当に尊重したい人を尊重して、本当に尊敬する人に最上級の丁寧な言葉を使っておもてなしをする、まあ、全部が正直に生きられるのはお金に対して頭を下げずに済むし、時間がないからといって焦ることもないっていうところなんですかね。だから班長のね、新橋でスーツをわざわざ着てビールを飲む、その姿勢が本当はみんなが過ごしたい時間なんだろうなってところなんですよね。じゃあ本当に過ごしたい時間を過ごしていないその人は本当じゃないのかってことになります。そうなんですよ、なんか偽りの時間を貴重な自分の人生の中に、なんか埋め込んでるんですよね。本当にいいんでしょうかということになります。偽りの時間、自分が自分の人生を生きずに、誰が一体ね、自分の代わりに自分の人生を過ごしてくれるんだってことになります。まあそのためにもね、ドリームアカデミア入っていただいて大金持ちになってもらえばいいんじゃないかなと思います。少なくともその可能性は広がっていきます。まあ速稼塾でもね、可能性は広げることができますけども、でもどうですかね、旅に出たほとんどの人がやっぱり引き返していくんですよね。非常にもったいないですよね。腹くくって1年間のみっちりやってみる、まあそのぐらいでも十分自分の人生買うにはお釣りが来ると思うんですけども、いかがでしょうかね。
じゃあ自分の人生の値段、あなたはいくらにしますか。あなたはいくらですか。120万ですか。3万円ですか。あなたの人生の値段、あなたの人生いくらですか。120万は高いですか。いってらっしゃい。